英会話スクール、イングリッシュパートナーズの清家カオルです。reception、意味は電波。えー、reception、あの、聞いたことある方いらっしゃるかもしれないんですけれども、えー、電波以外に受付とか披露宴っていう意味があります。でも今日は電波でいきたいです。電波が悪い時に使える言い方が、I have bad reception。電波がない時は、I don't have reception っていうふうに言います。あとは、例えば話してる相手の声が途切れ途切れになってしまう時ありますよね。そういう時に言うのは、えー すみません。えー、お声が途切れ途切れのようなんですが、になってるんですが、みたいな言い方は、I'm sorry, I think you're breaking up っていうふうに使います。reception 意味は電波。ぜひ覚えて使ってみましょう。アプリレイニー先生の動画で簡単英会話配信中。